はい、行きましょう。連立不等式の解き方の括弧3と括弧4ですね。括弧1、括弧2の続きですので、やり方が微妙な人は最初に括弧1、括弧2を復習しておいてくださいね。で、括弧1、括弧2が完璧な人は括弧3、括弧4も続けていきましょう。括弧3は、1、2とやり方は全く一緒ですね。なんで、それぞれ求める数直線角、共通部分が答え。この手順でいきますね。それぞれ求めるから、まず丸1に注目して、この不等式を解いていくやないかと。で、3x-x=8 だから、移行して、計算すると x-1 です。で、2番は、こういう風に分数だから、まず整数にしたいですよね。そのためには、2分の3分のやから、何かけたらいいでしょうか。これですよね。6倍したらいいよと。だから6倍して、こういう風にして、またまた解いていって、移行してで解いていったらこうなります。で、それぞれ求めたら次にやるのは数直線を書くんですね。1の範囲を見る。1は、x はマイナス1よりちっちゃいですよと。で、小なり、イコールがないから白丸ですね。だからこういう風な数直線を書く。そして2番、x 小なりイコールマイナス3分の5。x はマイナス3分の5よりちっちゃいですよと。マイナス3分の5ってどこやねんって思いますよね。3分の5っていうのは、1と3分の2。だから、1. 何ぼなんですね。それにマイナスがついてるってことは、マイナス1とマイナス2の間なんですね。マイナス 1.6666 ぐらいなんやけど、ほにゃほにゃけど、こうやってマイナス1とマイナス2の間ですよね。この辺にマイナス2っていうのがあって、そう考えると、これとこれの間だから、マイナス3分の5よりちっちゃい。この辺なんですね。で、小なりイコールということで、イコールがあるから黒丸にして、こうすると。ほんなら、これは括弧1括弧2でなかったパターンですよね。こういうなった時の共通部分はどこか。共通部分っていうのは、両方にある部分やから、このちっちゃい方が優先されるんですね。ここが範囲です。ということで、答えは x 小なりイコールマイナス3分の5と。こういうふうに、共通部分の求め方もしっかり押さえておいてください。OK でしょうか。で、次、カッコ4。そのままの流れでいきたいんだけど、カッコ4今までの問題と違って、こういう形になっています。A 小なり B 小なり C。これも連立不等式です。で、全然簡単です。もう、何もややこしくなくて、これは、結局こういうのを見たら、自分で分割するんです。この A 小なり B と、B 小なり C のこの2つの部分に分けると。ただそれだけで OK です。そうしたらもう僕らが知っている形ですもんね。A 小なり B 小なり C ということは A 小なり B とかつ B 小なり C じゃん。というふうにこことここに注目して分割して書くんですね。ほんならもういけると。だからこういうふうに 2x=1 小なり x=3 小なり =3x+5 って出てもこれとここ。に分解すれば何の問題もない。今までと全く一緒の問題ですよね。だからこういうふうに分割していると。で、あとはこれそれぞれ求めて数直線書くとやるだけですね。だからそれぞれ求めるためにこれはこっちに移行してこっちに移行してますね。だから計算したら x となりマイナス2です。2の方は、これはこっちに移行してプラス5をこっちに移行するやり方でやっています、ね。もう自分でやりやすい方法でやってください。で、計算したら、x 大のイコールマイナス4になりますと。だから、それぞれ求めたら、もうずっと一緒。あとは、数直線角だけ。1ダッシュの範囲は、x はマイナス2よりちっちゃいですよと。白丸ですね。イコールがないから白丸にして、ちっちゃいですと。で、2番の範囲、x はマイナス4よりでっけえですと。で、イコールがあるから黒丸にして、バシンと。大なんで、こっち側に引くんですね。ほんで、これの共通部分やから、ここやなと。じゃあ、マイナス4から2まで。黒丸やからイコールがあって、白丸やからイコールは、ごめんなさい、落ちないですね。これが答えです。マイナス4小なりイコール、x 小なり2と。OK でしょうか。ということで、連立不等式は、結局、この3ステップやったんですね。それぞれ求めて数直線書いて、共通部分の答えやる。たまに連立不等式でも、こういう A 小なり B 小なり C の形の時もあるけど、それも、こういうふうに自分で2つの形にすれば全く今までやったのと同じ問題になるんですね。これで連立不等式はバッチリになります。ということで教科書で、ね、これの類題見つけて
もしくは無料塾の問題集でもいいです。とにかく類題を見つけて自分でノーヒントでやらないとなかなかできるようになりません、ね、時間もう余裕が出てきた時間がかかってノーヒントでできるようにしっかり練習していきましょう。